朗報、ブライトン、三笘のアシストで準々決勝進出きた。FA カップは28日に5回戦が行われ、ブライトンはストークと対戦した。序盤からボールを握るブライトンは危ない場面を迎えることもあったが、30分に先制に成功。巧みな動きでボックス内のスペースに飛び出した三笘薫がディフェンダーからのパスを受けてダイレクトで折り返すと、最後はエヴァン・ファーガソンが流し込んだ。見事な連携でゴールを奪うと、終了間際のピンチはゴールキーパースティールが防ぎ、前半をリードして折り返す。なお三笘薫にとってはこれが今季3アシスト目となった。ブライトンはチャンスを作る中でなかなか追加点を奪えず、終盤はストークの攻勢に苦しむことに。それでも選手を入れ替えながらリードを守りきり、 1-0 で勝利、 FA カップ準々決勝進出を決めた。対策されたらすぐ他のことやって結果出す三笘と久保スゲーは、最後の決定機決めたかったな。ゴールキーパーが素晴らしかった。でも試合見てた人ならわかるけど、ワクワク感がなくなった。先月前半まではあったものがなくなったよ。ドリブラー三笘はもういない。裏抜けマン三笘になった。ドリブル対策されたらオフザボールであっさり勝利に貢献してるのがどれだけすごいか。後半の攻撃陣はお笑いだったが、ブライトン結果は残したけど、ぶっちゃけプレーは微妙だった。三笘に期待してるのはもっとドリブルで切り裂くプレーなんだがな。これじゃビッグクラブに行けんぞ。ブライトンで生き残れれば十分だろう。急にどのチームでも止められるっておかしくないか。対策できたんじゃなくて三笘側に問題ある気がするわ。止まってから抜いてく三笘が見たいんだよね。これじゃあ他の選手と変わらない。結果残してプレーが微妙とか、もうわけわからないこと言い出してるのくさ。三笘の凄さはポジショニングと一歩目の鋭さ。ドリブルは素人にもわかりやすいってだけ。プレゼントパスをことごとく外されてきたからな。久々のアシスト、やっぱファーガソンや。三笘のアシストで勝利、おめでとう。